私見ててすっごい初めて鳥肌立って登ってると思って、もうダメだってなって、もう私の大好きな湿り感っていうかこんにちるちる商業 BL レビューサイトちるちる編集部のアナコンダと、ちるちる編集部実写ドラマ評論家ひろみちアンダーグラウンドです。前回ね、4話から7話まで一気に振り返ってったんですけど、はい、今回は8話から最終話、10話まで一気に振り返っていこうかなと思います。はい、8話の好きポイントは、大学時代の葉山さんの友人の言葉だったんですけども、自分を励ませるのは自分だけっていう言葉があったんですよね。それがとっても好きで、あの話の流れとしては、まあ、7話の最後に恋人、役作りとしての恋人を解消しようっていうところから、ね、それにちょっと傷ついちゃった浅見さんが結構調子が悪いみたいな、はい、撮影中もちょっとセリフ飛ばしちゃって珍しいみたいな感じの状態になった時に、撮影の休日、撮休があって、でそこでなんか自分のその友人、ゲイバーをやっている友人に会いに行ったりとかしたり、あ、自分が演技が好きなんだとか、白崎くんへの思いをちょっと乗り越えようとしてる姿でその言葉が出てて、なんかすごくなんか人として、なんか自分にもなんかすごくなんかその BL ドラマの中にある言葉っていうので、うん、結構あ好きだなってなるような、そういった言葉だったのでこれをチョイスしました、うん、はい、結構自分にも刺さりますよね。刺さりましたね、本当にドラマの中だけじゃなくて、うん、深い感じの話のシーンでした。いい言葉だなって思いましたね、はい、私はちょっとなんかあのメインカップじゃなくて申し訳ないんですけど、はい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 、結構あの撮影の仲間で、俳優仲間で飲みに行ってベロンベロンになっちゃうじゃないですか、はい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 、でその後あのね、葉山さんと白崎くんはおんぶされながら、あ、白崎くんおんぶされて帰ってくんですけど、じゃあ後の2人はってなった時に、うんうん、なんか2人で帰、一緒に帰って、うんうんうん、なんか俺のこと抱けるみたいな感じで、はいはい、言ってましたよね。はい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 、はい、佐久間さんと山瀬くん、あ、山瀬、そう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 、この2人がなんか冗談みたいな感じでからかい合いながら帰ってて、お、これはっていう風に思っちゃいました私もなんかあの動画っていうかそのドラマ見ながら、はい、その山瀬さんの芝居が上手い人となんか寝たいですねみたいなやつは、あれ原作にもあるあれね、言葉、山瀬の言葉で、うん、すごい面白いというかねなんか独特な感性持ってそうですよね次は9話いきましょうか、はい、私の9話の一押しポイントはですね、抱いてくれませんかですよ。冒頭の直球の8話のラストで、はい、あのね、酔ってそのね、うん、おんぶして連れて帰ってもらって、じゃあ帰るねっていくあの浅見さんを白崎くんが引き止めるんですよね。でそれで役作りのために抱いてくれませんかと、あのキュルンとした人目で言って、でそれを言われてる時のその役作りのためって言われた瞬間の浅見さんの表情、うん、なんかあの切なさがもうなんて言うんだろう、あんまり表に 100% じゃ出てないんですけど、なんかこう 65% ぐらいこうにじみ出てるあの切なさ、あの白崎くんにはこう分かられないようにじゃないですけど、あの切ない表情からのなんかお互いにこうなんか引き止め合いみたいな感じで、結局はこうベッドになだれ込んで、白崎くんが一回キスをしたところで、あの浅見さんの理性が崩れる瞬間っていうのがあったんですけど、それがなんかこうキスされた後にあの喉仏がゴクンってなるシーンがアップになってるんですよ。もうそれがたまらんとフェチみたいになってる。いやいや、もう本当になんかあれはすごい描写として、なんて言うんだろう、本当に好きな人に役作りのために抱いてくださいって言われてる
そこの葛藤ですよね。抱いてしまっていいのか、うん、でも目の前に好きな人がいるからもう抱きつぶしたいみたいな、そこのなんか葛藤がその喉に見えて、すごい魅力的なシーンだなって思いました。実際にこう抱こうとしてるシーンも、なんて言うんだろう、お部屋からのこの定点カメラみたいな感じで、うん、どんどんその2人が脱いでく姿っていうのを映してたっていうのも、私 BL の漫画が大好きなんですけど、はい、漫画でそういったなんて言うんだろう、なんかあの交わってるシーンを描くときに、その定点カメラでその四角いコマの中でよなんか3つぐらいに分割されてて、なんかどんどんその2人が動いていく様が見れる、定点カメラで見てるみたいな、自分監視員みたいな、そうそうそう、描写が大好きだったので、それをまさか実写でも見れるのかと思って、うん、大好きなシーンでした。ちょっとやばい、もう本当に止まらなくなりそう、濡れ場のシーン話だ。いやでも、ね、好きすぎて、濡れ場のシーンは大事ですよね。なんかすごくドキドキするというか、見せてほしいところではすごくあるので、うん、期待が、その期待をもう裏切らない熱々なシーンでした、はい、まあ、結局ね、キュアはね、そう止まったところで、あ、やめよっていう風になっちゃったんですけど、アナコンダさんはどうですか？はい、キュアのシーン。じゃあ私は濡れ場以外で行かせてもらうと、あのマネージャーと白崎くんの関係っていうか、はい、距離感がもうすんごい可愛くて、あのドラマの撮影で2人で濡れ場のシーンを撮る、で撮り終わってあのバスローブみたいな姿のまんまソファーに座って、はい、隣にマネージャーが来て、よかったよ、うん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 、なんかお父さんみたいな感じで、関係性の、でもその関係性が、あの葉山さんの方のマネージャーはちょっと違うじゃないですか、また葉山さんとマネージャーの関係が、あそこは結構割り切ってる感じで、うん、確かにそこの対比も面白いなって思いました、見てて、なんか白崎くんが1話とかではなんかそんなに自分が期待されてないんじゃないかみたいなネガティブな感じだったのが、ああやって素直になんかね、ありがとうございますみたいな、成長を見てる感じで見守ってる近所のおばさんでした。いい、良かったですよね、あのマネージャーさんのキャラクター、あの前回の動画でもねコメントでいただいてたと思うんですけど、はい、多分マネージャーさんファン結構いると思います。いいキャラすぎたですよね、はい、お父さんキャラ、お父さんキャラ、本当になんかずっと見守っててほしい感じでした。うん、本当にそうでしたね、はい、まあそんなことありつつ、ありつつ9話は最後ね、最後も結構大事でしたよね、はい、10話につながる、そうですね、葉山さんの家に今までのお泊まりセットを取りに行って、いや、あれからの葉山さんがね、帰ろうとする白崎くんを引き取った後ろからの壁ドンみたいな感じですごい良かったですよね。まあ、そのドキドキ感、期待感をもうマックスにした状態で迎えた10話ですけども、もう私はなんて言うんだろう、9話でも濡れ場を熱弁させていただいたんです、はい、もっと喋れるんですけど、10話でも9話の最後引き止めて、でそのまま、まあ、お互いにこう向かい合って話してる時って、まだ白崎くんは浅見さんのこと、浅見さんは他に好きな人がいてって思っている、浅見さんはまだ白崎くんがその役作りとかのために付き合ってって言われたと思ってるっていう、お互いにちょっと勘違いをしたまま好きっていう気持ちを抱えてすれ違いつつも、やっぱりこうなんかキスをして、なんかもう2人ともが同時にガッでキスをしたシーンっていうのは、2人とも一斉に理性がパッて飛んで、もうダメだってなって、そのままこうね2人でベッドに行きっていうところで、
撮影9話では撮影をしてたんですよ、濡れ場の、うん、撮影の濡れ場っていうことで、あんまり音的な楽しみというよりかは映像的に楽しむっていう感じだったんですけども、この10話のお互いのね全部崩して全部忘れて今をとにかくなんか2人で共有してるような濡れ場のシーンは、そのなんか2人の息遣いであったりとか、あとはもう私の大好きな湿り感っていうかあのしっとり濡れている肌じゃないですけど、そこら辺がそうなんで撮影シーンと違ってそこはすごい表現されてて、その9話と10話の濡れ場の対比っていうのがすっすごくよくって、もう大興奮でしたね、うん、めちゃめちゃ好きでしたあのシーンも。で10話のシーンも定点カメラシーンみたいな感じで見守れるんですよそれがもう本当に良かったです、とにかく良かったです、もうめちゃめちゃ綺麗だった本当に。なんかお互いに勢いすごくて、そう勢いむさぼり食ってるみたいな感じの、そうなんかとにかく勢いが本当に撮影の時とそのなんて言うんだろう、撮影じゃない本当にお互いの気持ちをぶつけ合ってるみたいな差がすっごいよくて、演出が大好きでした。わかりますもう見返しましたあれ私あのシーンの日いや良すぎて私もあの2人が引き止められた後にこうなんかガッとキスチーンのところからもう一回見ようかはい、私は、まあ、もちろん濡れ場も好きですけど、はい、キーホルダー、あのお揃いのあれ結構ポイントだと思ってて、八景島シーパラダイス、はい、結構初期に出てきたあのキーホルダーが、結局その一回二人あの仲良くなった後にでもさよならって言って白崎くん帰っちゃうんですよね、帰っちゃうっていうか出て行っちゃうんですよね、朝に、はいはいはい、でそのまま外でキーホルダー見ようかなと思って見たらないってなって、うん、もうしょんぼりした顔、うん、かわいいっていう白崎くん推しなんですけど、はいはいはい、その後その亡くなったキーホルダーがちゃんとありました、うん、早見さんの家になんと鍵付きで、はい、パッと投げてキャッチしたら鍵がついてるもうね、その鍵をもらった後の白崎くんがバーって走ってって階段もバババババって登ってガッてもう最終回、はい本当に見どころが多くある回だったんですけども、はい、ちょっともう一シーンずつ言うのでは収まらないぐらい好きなシーンがはい、多くて、うん、私はそのなんて言うんだろう、やっぱり最後のなんかお互いに朝出てっちゃった白崎くんを追いかけたじゃないですか、浅見さんが、はい、で浅見さんが追いかけて、でお互いこの好きだよって告白するシーンももちろん良かったんですけど、はい、あのその後にですね、坂を2人で手つないで登っていってるシーン覚えてます、うん、であの坂って下ってばっかだったんですよ、全話を通して。そんな全話を通して、あ、まあ、ちょっとなんだろう、家帰る時に白瀬くんが1人で登るっていうシーンとかあったりしたんですけど、ほぼほぼ2人で歩いたりとかしてたりとか、2人の描写があの坂では下るっていうことが多かったんですけど、登っていったんですよ。気づかなかった。私それが私見ててすっごい初めて鳥肌立って登ってると思ってっていう、なんかもう本当になんて言うんだろう、私はなんか全体を通してそこがすごく感動したシーンでいいなって思いました。なんか全体を通してアナコンダさんはどういったところが好きだったと思いますか？全体を通して、はい、やっぱり私あの白崎くんを知るのでどうしても白崎くんばっかり話してたんですけど、うんうんうん、やっぱりあのなんか最初の方すごいツンツンしてたし、結構勢いのある子だったんですよ、はいはいはい、はっきり言うし、まっすぐでね、まっすぐで、うんうん、でもそれが恋を経験したことによって若干このどうしようどうしようっていうのが出て、で
なんかもう甘えてる感じ、はいはい、すごい性格が丸くなったというか、はいはいはい、いやめっちゃわかりますそれ。いろんな感情を経験して、うん、また一つ成長したなっていうおやめせでも確かになんかこう恋愛ドラマではあったんですけど、人としてのね、なんか白崎くんはそういったなんか柔らかくなっていく人柄みたいなところがすごく良かったですよね、はい、印象的でした。あさみさんは結構一定としてこうずっとあさみさんではいるんですけど、その恋にかき乱される感じとかね、最後のシーンでもなんかこんな風にしたのは白崎くんだからねっていうぐらいな感じには、あさみさんもなんか恋で、ね、自分の新たな一面を知るじゃないですけど、なんか重厚なストーリーと、はい、そして素晴らしい描写も数々と充実した本当に2ヶ月ですか、はい、いやではまあ継続してね、でもまた新しいドラマが続いていく、はい、ぜひ皆さんも最終話終わってしまった感想などをコメント残していただけると嬉しいです、はいはい、それではバイチェルー。